行くとせまた行くとせ時代が流れたら僕らはこの僕らは変わらず入れるだろうか。変わらない賛美です。この季節特有のうららかな風に誘われ思われることは友とのさよならさ。いくつもの瞬間を共にした数少ない分かり合えた友とのさよならさ。旅立ちはいつからが君たちが決めた道、それなのになぜだかな今頃になり寂しさに気づいたよ。ああ友とまたこの時過ごしたいと思った。過ぎ去る時間忘れがたき思い出に心救われたり、次なる自分の行く道を今はただ決めて歩き出せばいいのさ友よ。俺はもう行くんだよ。この季節風吹き止まぬうちにいいだろう。俺が行くまでこの嘘出せよ。吹き荒れ続けろよ。いろんなさよならあるざんす。さよなら並べてみましょうか。死別のさよなら、破局のさよなら、明日また会える今日の日のさよなら。 LINE に Twitter に Facebook にいつでもみんな繋がれる。だから俺あえて連絡しない。男上がるまでは波打ち際空の下で、あの日のことを思い出して涙ひとつこぼしたから、海はまたしょっぱさを増してゆくのだろう。友よ、俺はもう行くんだよ。この季節風吹き止まぬうちにいいだろう。俺が行くまでこのクソ風よ、吹き荒れ続けろよ。車の免許取ってから幾度も海を訪ねて、角上魚類の浜焼き片手に発泡酒注ぐ。ただ春を待つだけの自由な時の流れがまた一段と寂しさ募らせる。友よ、俺はもう行くんだよ。この季節風吹き止まぬうちにいいだろう。俺が行くまでこのクソ風よ、吹き荒れ続けろ。友よ、時は流れたにもかかわらず俺は相変わらずだよ。
あら、おにぎりあるの。俺もおにぎり握ってきたけど。おにぎりあるわ。ごちそうさまです。よかったら一曲聴いててください。味も。え？味やろ。箸いいよ、いいよ。あ、でもあればもらいます。あそこは2つもあるじゃん、俺、2つも。1個でいいよ。いや、2つ。2つ。いいんですか？いいよ。ごちそうさまです。いいよ。よかった。何もこれでいけないけど。あざす。これ、よかったら YouTube などで入れますんで、見ててください。そぼろ弁当の差し入れいただきました。ありがとうございます。豊かな暮らし。山を行く山を行くってって歩くと肉すが発達して 3DPC 携帯リンリンソーシャルネットワーク、それでも心は切ないよ。セットゴールと他には何がある、悲しみを消去する、マシンなどなく、あやふやな嘘発見、きくらいのもさ晴れたる青い空、澄み切った瞳のあなたがいるなら、暴れたこの世の中は、雨宿りをしていた時に一目惚れしたのが今の彼女、バーチャルな出会いもいいけれど、お疲れ様です。紫陽花を見ながら雨宿り、au ドコモソフトバンクショップ QQ、 追いつけ追い越せ、旅館さんは言いました、書くほどは風が持ってくる落ち葉かな、豊かな暮らしの本当の意味を僕らはようこそしばしば忘れてしまうのかな。咲く花のようにしおらしく、もう残ることもせず、日差しが暮れたるほがらかさ、風が運ぶ匂いを感じ、あなたの香りきっと近くにいる、それだけで悲しい時には涙流してさ、カラオケで朝まで仲間たちとフィーバーしてさ、豊かな暮らしは
つまし日常の仲間や里の花が教えてくれていたりするのかな。山を行く山を行くって、どうもありがとうございます。川村勇です。ありがとうございます。パチンコ台に楽曲提供などをしておりましてですね、来年2月に、高須クリックのパチンコ台が出ますが、その中で5曲楽曲提供しております。当たると私が作った曲が高須クリニックのパチンコで聴けるようになっております。川村勇です。よろしくお願いします。餃子食べ放題ライブ主催しております。次回12月12日まだ席残ってございます。お時間あったらライブ聴いてってください。川村勇です。よろしくお願いします。ただいまお帰り、学校どうだった、いじめられたなんて言えないよ、自分はいいさ、お袋には心配かけらない、だから黙ってた。本当の気持ちは何一つ親の前では隠してさ、あれから何年が経ったのか、俺もな大人になったしな、心の声を今聞かせて、お互い思い傷つけ合い離れてしまわないで、僕だってそう同じ気持ちでいる、生きてるうちしびれるほど心通わせなきゃ、 Call me baby、 いつまでたっても親にとってみれば目に入れても痛くない baby。写真に収まった聞きたかったことだけが残った、さよならしか言えなくなって、言葉にはもう頼れず、うずくまった。本当の気持ちは何一つ親の前では隠してさ、あれから何年が経ったのか、俺もな子供ができたしな、心の声を今聞かせて、傷見せ相手かざし合い、二人で一つでいいんだ、僕だってそう同じ気持ちでいる、生きてるうちしびれるほど心通わせなきゃ、心の声は一人きりで生きていくだなんて、思い上がって過ごす時も来るだろう、君がどんな罪を犯したとしても、君のことを待ってる人がいてくれる、心の声を今聞かせて、
お互いに思い傷つけ合い離れてしまわないで僕だって同じ気持ちでいる生きてるうちしびれるほど心通わせなきゃ心の声を今聞かせて目に入れても痛くないベイビーカムリサミです。よろしくお願いします。 YouTube などチェックしてみてください。ひらがなで川村いさみです。歳の差は関係ない太っちょっても関係ない同じ時代に僕ら生まれ出会った奇跡から始まる愛の定め人はもしかして定めの的に仕組まれていた罠にはまるようにその日暮らし生活の果てに宿命を宿しているのかな今まで全く別の世界で奮闘したあの日々は全部いずれ互い支え合うために必要なスキルを磨いてたのさいつもはきっと強がりを言ってきたけどあなたと出会って自分の弱さを認めてしまったよ二人手を取れば強くなれるんだあなたの体の中に潜んでる魂にキスを捧げてみたいから死ぬまであなたのそばで見つめててもいいかな永遠にそばにいる知らず知らず辿ってた運命うまくいかなかったオーディション道をそれた俺のこの人生その先にあなたがいたなんて吉と出たのは去年の運勢恋に落ちたのはあのビヨンセそれを超えたのが今のフィアンセ儚く散らず恋は実ったこの出会いがもし運命を逸脱した道であったとしてもあなたと出会って僕は知ったんだよ見えなかった景色を一緒に見たいんだ。お時間あったら一曲聴いてください。あなたの体の中に潜んでる魂にキスを捧げてみたいから死ぬまであなたのそばで見つめててもいいかな永遠にそばにいるそばにいる
人を愛すれば愛してゆくほど失う痛みは強くなるばかり。それでも愚かだ僕ら人間は分かっているのに、二人で生きていく。年の差は関係ない、太っちゃっても関係ない、同じ時代に僕ら生まれ出会った奇跡から始まる愛の定め、始まる愛の定め、愛の定め、聞いていただきました。ありがとうございます。YouTube でミュージックビデオ等々あります。ひらがなで川村勇です。よかったら検索してやってください。高須クリニックのパチンコが来年の2月、世の中に出ていきます。そこでの、テーマソング私5曲書き下ろしております。来年2月高須クリニックのパチンコ台で当たると私の歌が聴けるようになっております。川村勇です。よろしくお願いします。